か調べた記憶はあります、家のパソコンで。試験1期生からしてるのか。そう、でもその頃すごい好きだったってわけじゃないけど、できるっていうのはしてました。普段からメイクしてるのしてます。しないと外出れない。今日の一押しです。嬉しい。あ、見つけたってそういうことか。ありがとうございます。ありがとうございます。今日明日もなれるように頑張ります。じゃあ字綺麗ですか。これでも結構適当に書いちゃったけど、ありがとうございます。なんか何しようどうしよう、何も考えてないわ今。星ってシナモンちゃんに見えてるの。見えてないですね。星ってなんだろうな。なんか予測できるやつは予測して読みます。でも絶対すっぴんでも可愛いと。いや、それはないですね。それはないですね。こんばんは、ケンさん、こんばんは。ゲンさんか。ゲンさん、こんばんは。なんかどうしよう、何しよう、なんかしなきゃ。あ、キツネのゴンさん、さっきもありがとうございました。ありがとうございました。なんかどうしよう、なんかしないと。なんかないですかね。話題になるようなことは。何かしないと、何かしないと埋もれちゃう。そう、皆さん可愛いから、みんな可愛いから埋もれちゃう、埋もれちゃうよ本当に。本当にね、お絵描きかな。ああ、確かに。何書けばいいですかね。なんか話して、なんかゲイしてか、ゲイ？ゲイってなんだ。難しいな、難しいのかと言いますね。二次会また歌えば、ああ、確かに。もうちょっとしたらじゃあ、なんかリクエストとかあれば。握手会の思い出？思い出なんだろう。でも、峯岸みなみさんのとこ行った時に、